皆さんこんにちは、ケンです。今日はワイズロードのオンラインで行われたブラックフライデーセール、こちらで買ったものをご紹介したいと思います。このブラックフライデーセールなんですけど、11月22日の20時から行われました。私はですね、20時前に構えてセールが開催されたと同時にいろんなものをカートに入れました。初日にやった人は分かると思うんですけども、サーバーダウンしてしまって、そこから1時間以上はワイズロードのオンラインが見れない状態になってしまって、アクセスできるまでずっと待って、アクセスできるようになってまたどんどん欲しいなと思ったものを入れてきたので、目的のものは変えました。今日は、その商品を紹介したいなと思ってます。ちなみに今回のブラックフライデーで使った金額っていうのが約6万円ですね。ブラックフライデー中はですね、もう争奪戦になるわけですから、いかにカートに入れて早く決済するかっていうところだったので、このワイズロードの販売価格っていうのはもうわからない状態なんですね。っていうのも、まあ、ブラックフライデーセールが終わって、その対象品がですね、もうページとして消えてたりしますので、ワイズロードブラックフライデーセールで買った金額、そしてメーカーさんでの、まあ、定価ですね、定価で何パーセントオフで買えてるかっていうのも調べて、全部まとめ上げましたので参考にしてください。結論から言うと、かなりお得に買えたなと思います。では早速行ってみましょう。では開封していきましょう。さあ、いろいろあって見えてきたと思うんですけど、順番に見ていきましょうか。ほい、こういう感じなんですけど、これはパール泉のインナーウェアになります。冬って意外とインナーウェアが重要なので、今回こちらですね、買ってみました。定価が1万1000円ですね。ブラックフライデーで買った金額が6600円になります。 40% オフでまずこちらの、パール泉のインナーウェアを手に入れました。で、続きましてもパール泉で、こちらは靴下ですね。ヒートテックセンサーウィンターソックスです。定価が1980円で1400円で買いました。 30% オフですね。次もアパレルでいきましょう。で、これドン、さっき箱に映ったと思うんですけど、これは多分おそらくワイズロードだけがやってるのかな。カペルミュールのハッピーバッグ H っていうものになります。簡単に言うと、この中に今3アイテム、ランダムで入ってます。ただランダムで入ってるって言っても、ものは、リバーシブルフーディージャケットとストレッチクロップドパンツと半袖ジャージが入ってるんですが、半袖ジャージは、確定でブラックが入ってて、クロップドパンツと、上のジャケットですね、それはいわゆる福袋みたいなもんですね。こちらが、結構破格でしたね。 39,900 円で販売してたこのカペルミュールセットがブラックフライデーで 14,000 円、かなり激安だと思います。で、カペルミュールも結構セールになってるのが多かったんですね、単品で。あれは単品で買うより、こういうハッピーバッグ買った方が絶対得っていう判断で即これを購入しました。初めて見ますね。さあ、何が入ってるんでしょうか。お、まずこれ確定のやつですね。これはブラックって決まってます。あ、いいですね。ブラックの半袖ジャージ、結構おしゃれです。普段着でもいけそうな感じですね。で、しっかりポケットもね、3つついてますっていう、これが1点と、クロップドパンツ何色かな。あ、クロップドパンツは色分かりにくいと思うんですが、ネイビーになってます。ポケットのとこもおしゃれですよね。千鳥柄っていうんですか。で、裏は、これ、あれね、サドルに座って、ここがすり減らないように結構丈夫な仕様になってますね。カペルのクロップドパンツは前に1個持ってたんですけど、結構良かったんで、これは何もやってもいいなっていうものですね。あと最後、これはネイビーが入ってましたが、あ、いいですね。ジャケット黒入ってました。もう黒だったら何でも合いますね。結構分厚いです。フーディー付きですね。こういう感じで、あ、これいいですね。裏面に大きなジッパー付きのポケットが付いてるやつですね。
はい、ということでね、今からちょっとパール泉とカペリメル全部着用していきたいと思います。このインナーウェア結構もう来た時点であったかいですね。さすが1万円以上するインナーウェアって感じですね。クロップトップパンツはこんな感じで、この裏側はおしゃれですよね。こういう感じで、でウィンターソックスですね。こういう感じですね。そのままジャージ着たいと思います。やばいです、ちょっと胸がきついですねこれ。カペルちょっとやばい、これ胸がきつい、めっちゃきつい。うわ、ちょっと私の体型には合わねえかもしれない。ちょっとジャージきついですね。ふい、ちょっと首締まるんでこういうとこですけど、で後ろにポケット3つあって、黒のネイビーなんですげえ見づらいと思うんですけど、こういう感じで、で最後これジャケットですね。このジャケットだけでも2万3000円しますからね、普通に買った人いると思うんですけど、裏側はグレーで、まあちょっとダウンジャケットに近い感じですね。ほい、どうですか。おう、こんな感じですね。これめちゃくちゃあったかいですね。こういう感じ、こういう感じでございます。はい、ハッピーバッグ当たりですね。一番大きいのはジャケットが黒でコーディネートめっちゃしやすいです。で下もネイビーなので、まあ、全身真っ黒ってわけではなく、いいです。こういったファッションは、まあ、ちょっとしたポタリングだったりとか、あとは折りたびとか、これ着ていこうかなって思ってます。もちろんグラベルライドでも使っていいと思うんですけど、これだけで満足なんですけど、今回はたくさん買ってますからね、引き続き今紹介していきたいと思います。ちょっとここで、まあ、羽休め的な感じで、単純に私が欲しくて買ったものを紹介します。これも流しますね。これですね、まず工具なんですけど、シマノのボスフリーを抜く工具です。まあ、カセットスプロケット抜くような工具ではなくて、まあ、6足以下かな、6足以下のスプロケットを外すような、工具になってきます。これボス抜き工具っていうやつですね。定価が1500円なんですけど、まあ、1400円で買いました。はい、とあとはこれも買ってきました、ついでに、ブリーディングキット、新しいやつですね。シマノの新しいブリーディングキットで、上後に油が漏れないような、工夫がされてるやつと、注射器みたいなやつですね。もう結構カチャってはまるようなロードバイク用に、これちょっと買ってきました。持ってはいるんですけど、ブリーディングキットは、結局劣化しちゃうんですよ。なので何個持っててもいいものなのでこれを買いました。これは少し値引き大きいですね。5806円のものなんですけど4900円、 15% オフで買いました。これから、まあ、油圧ディスクとかの時代、需要も多くなって、結構練習とか自分のバイクで使うと思うので、これを買ってきました。セール品っていうより単純に欲しかったから買いました。どんどん紹介していきましょう。これですね。これ。これは何かっていうと、キャットアイのフロントライトをつけるブラケットになります。これが、補修部品として、660円で売ってるんですけど、これがですね、660円から 42% オフ、380円で買いました。はい。ここのプラスチックって結構劣化してとか、あとはバイクによっていろいろつけとけば、ライトだけこう付け替えればいいだけで楽なので、予備品として買ってきました。次。はい、これ。三ヶ島製作所の、ペダルですね。MKS。これ FD-7 ですね。折りたたみの金属製のペダルになります。これはですね、私今実はダホン K3 にもつけてます、シルバー色。今回黒色を買いました。これまた別途これだけのレビュー動画作りたいと思います。結構いい商品なんでね。これも安かったですよ。Amazon とかで買うより全然安くて、5720円が 30% オフになってまして、4000で買いました。はい、 FD7 ですね。次はですね、これ俺なんで買ったんだろうって今冷静になると思ってるんですけど、まあ、これ見た瞬間にすぐ買わなきゃっていうなんかものでして、
速攻入れました。案の定ですね、すぐ売れてましたね。これすぐ完売になったやつだと思います。はい、これカーボンドライジャパンの M ハンドル、カーボン M ハンドルですね。ハンドルクランプ径が 25.4 っていうサイズで、いわゆるクロスバイクとかミニベロとかに合ってるような径になってくるんですけど、カーボンドライジャパンって入ってる、綺麗ですね。めちゃくちゃ軽いですよ。これはまあいわゆるブロンプトン向けに開発されたようなハンドルですね。ただクランプ径が結構汎用性ありますんで、ミニベロに使うのにすごくいいと思います。これはなんで買ったんだろう。ダホン K3 とかルノーのプラチナライト8、どちらにも使えますので買ってきました。ミニベロってそもそも、まあ、車輪のサイズがちっちゃくて振動がすごい来るっていうのが弱点なんですけど、まあ、カーボンハンドルに変えれば、しかもね、こうやって M ハンドルになっててアップライトな姿勢も取れますので、これはいずれ使えると思います。まあどうしようかなっていうところなんですけど、将来的にブロンプトン買った時用に取っておくか、今 K3 に試しにつけてみようかなっていうふうに考えてます。ラストはセールと同時に開催された多分ナイトセールと併用しての割引だったので、超破格値で買いました。じゃん、ズバリオークリーのサングラスです。オークリーのサングラスがめちゃくちゃ安く買いましたね。当たり前ですけど、ちゃんと本物です。本物です。中古で買っちゃうと偽物来るんで、ワイズロードさんなんで絶対的な安心はありますね。オークリーのスートロっていうモデルのアジアンフィットになります。マットネイビーのフレームにプリズムのレンズがついてるやつですね。定価が 24,970 円、これがなんと 12,300 円、 50% オフで買いました。オークリーが今5、6個持ってますね。オークリー5、6個と、あとは、レイバンのサングラス、あと、スノーピーク、それぐらいちょっとまあサングラスがすごい好きなので、サングラスはいくつあってもいいなっていうタイプです。では開封します。こういう感じ。うわ、かっこいいな。似合うかはちょっと分かんないです、かけたことないんで。ネイビーですね。これ安いよね。ちゃんとプリズムのやつですね。まあ基本青色好きなんで、今回のコーデにも合うんじゃないですかね。では早速はめてみます。やっぱプリズムのレンズなだけあって、結構光を遮断してくれるというか、トンネルとかでは多分見づらいと思います。範囲が広いサングラスだからすごい見やすいですね。これ間違いなく今後のライドとかで結構使っていくやつだと思います。はい、いかがだったでしょうか。結構私ね、今回ね、作戦練ってブラックフライデーセールに挑んだわけなんですけど、まあ来年も多分あると思うので、どうしたらまあいい商品買えるかっていう、ちょっとアドバイス的な話をしたいと思います。まずワイズロードのオンラインっていうのは、会員登録必須です。なので事前に会員登録して、ログインして、そのまあ20時な20時スタート を待つ必要があると思います。そこ必須ですね。会員登録必須で、今回2回に分けてるんですよ。これまとめてこう来たんじゃなくて2回に分けてきてるんですけど、理由としてはなんか確かね、ちょっとねこれ記憶定かではないんですけど、5アイテムまでしかセール品買えないみたいな、5アイテムすると1回決済してくださいみたいな表記が出たような気がしてるんですよ。なので1回2回っていう風に分けて決済しました。そこはちょっと注意が必要です。もう1個分かったことがあって、その文章とか条件とか読むと、カートに入れただけじゃダメなんですよ。で、カード決済ならカード決済で下順番になります。つまりはカートに入れといて、そこから2時間ぐらい経つと、まあ、売り切れになってる可能性ありますし、例えばそこで決済するときに決済できませんとか、あとは在庫がありませんって多分後日メールできて、結局買ったつもりが買えなかったっていうオチになるかもしれないので、ポイントとしては欲しいものがあったらもうすぐ決済する、ここが重要になってきます。まあついでにちょっとおまけ程度に言っておくと、今回7500円だったかな、で送料無料とかだったと思うんですけど、それも頭の中に入れておくといいです。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。